はい、では今日も社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。今日は217日目になります。今日のテーマは2つの仕事をしようということです。で、私のですね、師匠でありますマイケル・ガーバーさん、いつもご紹介している人なんですけども、この人がですね、現場で自分自身がクライアント向けにですね、コーチングをしている時、もう40年ぐらい前だと思うんですけども、その時にですね、最初にその何をね、見るかと、クライアントのどこを見るかというと、そのクライアントの経営者が、社長がどういうふうに時間を使っているかというですね、その時間の使い方を見ていたっていうふうに、言っていたんですよね。じゃあその時間の使い方の具体的にどういうところを見ているかというとですね、そのクライアントである社長が自分の時間をですね、戦略的な仕事に使っている時間がどれくらいあるかと、そして戦術的な仕事に使っている時間がどれくらいあるかと、その比率をね、見ていたというお話なんですよね。じゃあその戦略的な仕事と戦術的な仕事、というのは何なのかという話になってくるんですけれども、まずですね、前提条件としてこの社長は戦略的な仕事の方により多くの時間を使わないといけないと、いうことがあります。なので、この定義を聞いていただいて、皆さんが今どっちの時間をですね、多く使っているかっていうのをぜひ考えてみていただきたいということなんですね。その上で、戦略的仕事っていうのは、一言で言いますとですね、出すべき結果を決めるということですね。結果を決めるのがこの戦略的な仕事になります。例えば、今週どういう結果を出さないといけないのか、今月どういう結果を出さないといけないのか、今年はどういう結果を出さないといけないのか、または10年後に自社としてどのような結果を出さないといけないのかっていう、その結果を決めるのが、この戦略的な仕事になります。一方の戦術的仕事はですね、その結果に基づいて、じゃあその実際に結果を出すという仕事ですよね。これが戦術的な仕事になります。で、この2つの仕事が相まることによって、実際その結果が生まれるということなんですね。で、会社員の場合にはですね、会社側が出すべき結果っていうのを決めてくれるんですね。例えば、あなたはこのお客様を担当しなさい、そして売り上げをこれぐらい上げなさいとかですね、あなたはこの商品をね、これが売ってきてくださいっていうふうに結果を会社側が決めてくれてですね、で、それに基づいて社員の人が仕事をするということになると思うんですね。でも社長業の場合には誰もその結果を定義してくれないので、社長自身が自分の仕事の結果、そして会社全体の結果、そして各社員の人の結果を決めないといけないということなんですね。で、これを決めるのが戦略的な仕事になります。で、それに基づいて戦術的な仕事を毎日行ってですね、実際に結果を出すということなんですよね。よく言われてますように、例えば会社のビジョンとかですね、計画作りとか、あと戦略を立てるとか、これ全部結果を決める仕事なんで、これは今の2つ目の定義で言うと戦略的な仕事に入ります。で、ガーバさんの話で言いますとですね、最初会社が小さいうちはやっぱりこう戦術的な仕事がやっぱ多くなるんですね。目の前の仕事はとにかく多いので、それが多くなるんですけども、だんだんこう会社が成長していくに従って、社員の人が増えるに従って、社長はこの戦略的な仕事っていうのをどんどん増やしていかないといけないということなんですね。この戦略的な仕事をおろそかにしちゃうとですね、毎日とにかく忙しく働いてるんだけど、1年経ってみてもどこに向かってるのか分かんなかったということがですね、起こりがちになるわけですね。じゃあですね、どれくらいの時間をその戦略的な仕事に配分すればいいのかという話になってくると思います。で、これはですね、会社のステージによって大体目安が決まってくるということなんですよね。そのガーバさんの初めの一歩を踏み出そうという、有名な本があるんですけれども、その本の読んだ方は会社の成長ステージに3つの段階があるという話が出てたと思います。幼少期、青年期、成熟期ですね。で、この幼少期っていうのは、一言言うとですね、要は社長が現場に入って働かないといけないっていう状況のことを指しています。この状況の場合にはですね、社長はやっぱり目の前の仕事で忙しいので、戦術的な仕事は大体8割ぐらいになります。で、戦略的な仕事は目安として2割ぐらいをやってくださいということですよね。で、次に、青年期になってきますとですね、この青年期の目安は、要は部下ができるということですね。社長に、部下ができてですね、で、現場の仕事から離れられるという状況を目安として考えていただくといいのかなと、思います。で、この状況の場合には、だいたい半々ぐらいですね、戦術的な仕事が半分で、戦略的な仕事が半分というぐらいの比率が目安になってきます。で、次の成熟期になりますとですね、この成熟期の目安は、
リーダークラスが座ってきているという状態ですね。なのである程度も組織ができて出来上がっている状態のことを指しています。でこうなってくると戦略的な仕事に8割、戦術的な仕事は2割という感じの比率が目安になっています。なのでステージによって変わってくるということですね。というわけで今日は皆さんのですね、働き方、時間の使い方を見ていただいて、この2つの仕事のバランスがちゃんと取れているかっていうのをですね、チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。ではまた明日お会いしたいと思います。